こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。今日は、良い歯医者の選び方についてお話をしてみたいと思います。よく患者さんから良い歯医者はどうやって選んだらいいですかというご質問を受けます。そして歯医者の選び方がわからないということもよく耳にします。まず大切なのはあなたが何をしてほしいかということです。例えば入れ歯を入れたいとしたらどうして入れ歯を入れたいかということも考える必要があると思います。そして人と人ですから、先生と患者さんとの考えが一致することがいい治療結果を生むこととなると思います。価値観が違えば当然結果もおのずと違ってくる場合が多いはずです。治療をすぐ受ける前によく先生とお話をし雑談をし、そこからこの先生は信頼できる、この先生に任せてもいいということを皆さんも感じ取っていただければと思います。例えば、保険で早く見てほしいという患者さんに歯科医の方はしっかりと見たいという意見の食い違い、考えの食い違いがあれば当然うまくいかないことは確実です。そして患者さんがしっかりと見てほしい、私の話をしっかり聞いてほしい、そしていろいろな提案をしてほしいという患者さんに待合室いっぱい、診療室の中もいっぱいでざわざわとした環境の中で意思の疎通ができるでしょうかということも重要なことです。そして治療はすべて先生が行ってほしいという患者さんもいらっしゃるでしょう。途中で他の患者さんを見てまた戻ってきたり、若い先生にバトンタッチをしたり、それでしっかりとした治療ができるでしょうかということも考えなくてはいけないんです。医療として見れば当然人と人との関わり合いですから、その辺の意思の疎通、価値観の相違がないこと、そういうことが一つ重要なポイントではないでしょうか。よく口コミとか紹介で言ったのということを聞きますが、当然その紹介してくれた患者さんとあなたは全く違う性格、全く違う歯、全く歯の状態も違うということです。ですから私が言ってよかったからということも一つのポイントにはなりますが、その辺もよく考えないといけないと思います。そして何しろ重要なのはよく説明をすることだと思います。つまりインプラントを得意とする先生ではインプラントの欠点は当然言わないと思いますし、逆に欠点とは思ってないかもしれません。入れ歯が専門とする先生でも入れ歯の欠点は言わないかもしれません。そして、それを欠点とは思っていないのかもしれません。つまりその見てもらう先生がどのような考えで行っているかを患者さんも、十分によく聞き判断する必要があると思います。やはり人間同士ですから、話すことによってちょっと感じるものがあると思います。そこが一番重要なポイントだと思いますし、それを皆さんは感じ取る能力があると思います。人間ですからそういう能力は必ずあるはずで、あとは治療を受けておかしいなと思いましたらすぐ、一度中断をしてみるというのも自分の身を守る一つの方法だと思います。
まとめますと、良い歯科医院のポイント、それは先生の意見 をよく説明をしてくれる、そして自分の考えと合うこと、方針と合うこと、やってほしい治療をこの先生はやってくれるのか、そして原型は何なのかということをよく教えてくれること、そして本当にあなたをその時間精一杯診療していただけるのかということも重要なポイントだと思います。以上の点を踏まえて、しっかりと、自分に合った歯科医院ですね、保険がいい悪いではなく、自由診療がいい悪いではなく、やはり自分に合った歯科医院を探すのは難しいかもしれませんけど、きっとあるはずです。最後までお聞きいただきありがとうございました。